ハニー・クイッパーは、オランダの元自転車競技選手。アマチュア時代、1972年のミュンヘンオリンピックの個人ロードを制し、翌73年プロ入り。1975年には、オランダ国内選手権及び世界自転車選手権を制したが、この年を境にクイッパーは、プロ選手として本格化する。1976年にはツールド・スイスで、総合優勝。 そして、ツールドフランスにおいて、総合優勝寸前のところまで来たケースは2回あった。1977年の大会では総合優勝のベルナール手船にわずか48秒差。1980年は、ベルナール移動の途中棄権により、絶好のチャンスかと目されたが、同郷のヨープズートメルクに、山岳ステージで引き離された。他にもツールでは、 ラルプ・デュエズの区間を連覇するなど活躍したが、惜しくも総合優勝には届かなかった。ツールで2度2位を経験した後は、クラシックレースで大活躍。当時、オリンピック金メダリストは、プロ入りしてからは大成しないというジンクスがあったが、クイパーはそれを打ち破った。モニュメントでは4勝したが、リエージュ・バストーニュ・リエージュだけは、制覇できなかった。現役引退後は、モトローラ、ラボバンクで、 チームスタッフの仕事につき、その傍ら、オランダチームのコーチも兼任した時代もあった。1995年のツールドフランスで、ファビオ・カサルテッリの死亡事故が起こった時、所属チーム、モトローラの監督をしていたのが、クイパーである。1972年オリンピックの個人ロード金メダリストは、20年後のオリンピックの個人ロード金メダリストを、 目の前で失うという悲劇に見舞われた。ありがとうございます。